ちびまる子ちゃん DS が始まるよ。ちびまる子ちゃん DS、 まるちゃんの町。はい、ちびまる子ちゃん DS をやっていきたいと思います。今回もね、ちゃんと、はい、でも完璧だね最近の調子の良さはやばい。はい、そして出席率がいいね。ちゃんと2日連続サボらずに来ておりますよ別にサボってるわけじゃないんだけどね、やれてない日はね。遊びたい場所を選んでね。でも下の段にね入っていくので、うわちょっと待って、たまちゃんのタイムカプセル埋めよう。もうダメよそれ、もう泣くしかない回があるんだけど、どうしよっかな。ちょっと端っこから、マルコの一日始まるよ。始まるよ。でもね、やりたいな、さっき今のたまちゃんのやつやるから。いい加減起きなさい。今日の学校の準備はできてるでしょうね。何やってんの？寝ぼけてんの、さっさと起きなさい。やだ。なんで早くもっと起こしてくれなかったのさ。このおバカ。もうすぐ怒るんだから。あら、すごい。ちょっとお姉ちゃん暇だったら手伝ってよ。あら。ねえ。お姉ちゃん何見てるの？文房具屋さんで鉛筆買ったらいいものもらっちゃった。何、見せて見せて。やだ、あんたに見せると欲しがるから。ねー、欲しがらないから見せてよ。あんたあら、どうしたの？さっさとご飯食べて学校に行きなさい。はい。よし。あ、長澤がいる。あ、すごい、フルに予定入ってる。もう今日誰とも約束できない。たまちゃん、今文房具屋で買い物すると何かもらえるって知ってた？知らないよ。何がもらえるの？うん、それがわからないんだよね。お姉ちゃんが何かもらってたんだけど見せてくれなかったんだよ。なんで？欲しがるからって見せてくれなかったんだよ。まったくケチな姉だよ。まるちゃんのお姉ちゃん、きっと山で何度も欲しがられたんだね。何とかしてもらったものを聞き出さないとね。でもな、どうしようかな。これはこれを使えば完璧だね。朝マルコに教えなかったことを後悔するんだね。帰りの通学路で捕まえて聞き出してやるよ。すごい、捕まえてとかすごいね。ちょっとか、え、通学路ね。はい、これ野口さんいたら絶望するんだけど私。あ、花輪くんならいいや花輪くんならいいやってのもひどいよね。さっさと通学路行かないとね。そうだ、それじゃ行ってみよう。お姉ちゃんだ何も知らずに歩いてるよ。すごい。お姉ちゃん、マルコじゃな、今帰る帰りなの全く偶然だね。そういえばお姉ちゃん、文房具屋さんでもらったものそろそろ教えてよ。やだ、あんたに見せると欲しがるから。ねー、欲しがらないから見せてよ。ダメ。何さケチ、たくも。そう来ると思ったよ。じゃあ今日、図書館から借りてきた本見せてあげないから。すごく面白いんだけど。別に読みたくないからいいわ。ちょっと弱いよね。借りてきた本じゃ弱いよ。今、マルコのストレスは頂点に達している。実はマルコの作戦では、じゃあ今日図書館から借りてきた本見せてあげないから。この時点で姉は、かわいい。嘘嘘、見せてね。私の文房具屋さんでもらったもの見せてあげるからさ。と、バカ面を引っ下げて、こっちの話に乗ってくるはずだったのだ。それなのに簡単にこの私の誘いを断るなんて、憎たらしい姉だね。文房具屋さんで何もらったんだろうね。これはお母さんから、言ってもらうしかないね。早く家に帰ろうと。なるほどね。この前庭行っとこうかな。
そうだよね。今回タイミングがないから。あ、いろいろあるね。スズムシって木に止まる？止まんなくない？あんまり。すごい、2匹もいる。ほら。あ、カエル、バイバイ。あげるあげる。あ、もうカエルいいや。金魚、茶。そうな、金魚いっぱい、1匹入ってるからな。デメキン。おぉ。ちょっと水槽っぽくなってるね。できたらもうちょっと入れたいよね。5匹ぐらい。あ、ほうじろね。はい。また来るといいね。で、お水あげまーす。よし。じゃあもう庭は、用ないかな。はい。で、家ね。はい。お母さん、お姉ちゃんや分、え？お母さん、お姉ちゃん、文房具屋さんで何かもらったって言ってなかった？あら、どうしたの？別に何も言ってなかったけど。何かもらったらしいよ。何か怪しいもんじゃなきゃいいけど。文房具屋さんが怪しいもんなんてくれるわけないでしょ？でも人からもらったものなのに、家族に見せられないなんて怪しいよ、お母さん。ちょっと聞いてみておくれよ。もうしょうがないわね。めんどくさいね、これはね。お姉ちゃん、文房具屋さんで何かもらったんだって？マルコに見せてやってくれない？あんた、もう絶対に欲しがらないでよ。マルコ、欲しがらないって約束できる？うん。人のもの欲しがったりしないよ。これよ。星の砂だよね。あら、星の砂。一見ただの砂に見えるけど、よーく見ると砂の粒が星の形になってるのよ。うわー、すごいね、珍しいね。いいでしょ。はい、終わり。ねえお姉ちゃん、マルコにもちょっと分けてよ。あんた、だから見せたくなかったのよ。絶対あげないからね。マルコ、欲しがらないって約束で見せてもらったんでしょ。欲しがるんじゃありません。でも星の砂ってちょっと欲しい時期あるよね、小学生ぐらいの時にね。お姉ちゃん、少し分けてあげれば。いやよ、お母さんまでマルコの味方しないでよ。こっちは見せてあげるだけで大サービスだったんだからね。これだからわがままな妹は嫌なのよ。おお、それ何をいくら分買うともらえるの？鉛筆1ダース分よ。お母さん、鉛筆1ダース分買ってくれない？ねえ、お願い。一生かかってもその鉛筆1ダース使い切るから。このおバカ、信用できないね。そんなに欲しかったらお小遣い貯めて買いなさい。あんた、くだらないもの買いすぎるのよ。ま、これを機会に少しは役に立つ買い物をしたら。やだ、すごい上から来るね。おじいちゃんにねだったら許しませんよ。あんたいつもおじいちゃんに買ってもらうんだから。でも友蔵に頼るしかないよね、こうなったらね。おじいちゃん、ほら。なんじゃい。おじいちゃん、これさ、安くするから買ってくんない？私これ可愛いと思うんだけど。なんじゃい、それは何か役に立つものなのかい？役に立つよ、ほら。こうやってボヨーンって揺らすと楽しいでしょ。これは人のを楽しませる役に立つものなんだよ。人の心を楽しませる役か。そらいいの。これ2000円のところ1000円に分けてあげるから買ってよ。よし、買った。ありがとう。おじいちゃんがいてくれてよかったよ。これで星の砂が手に入るね。よし、早速防具屋さんに行かないとね。たまちゃんも一緒に誘おうっと。友蔵。いや、私なら全然あれ2000円で買ってあげるけど、ちょっとね。タミーを誘うんだよね。あ、はるちゃん、いらっしゃい。今日はどうしたの？タマちゃんに急いで話したいことがあってさ。一体何の話？タマちゃん、星の砂って知ってる？星の砂？知らないな。星の砂って星の形している砂なんで、そのまま。星の形をしている砂？どういう砂なのそれ？小さい砂の一粒一粒が星の形をしているんだよ。そんな砂がこの世にあるのを信じられないね。そうなんだよ。鉛筆を1ダース買うともらえるんだって。
それでさ、今から文房具屋さんに鉛筆を買いに行こうと思うんだけど、よかったらたまちゃんも一緒に行かない？うん、行こう行こう、私も星の砂見たい。いや、三松屋で待ち合わせね。おーい、文房具屋さん、そっか、このゲームだと文房具屋さんっていう場所は存在してないもんね。だから三松屋なのか。超飛んでる。はい。はい。はい。ダメだ。やったね。やったね。あ、いたいた。あ、まるちゃん、お待たせ。最初は文房具屋さんに行こう。まあ、三松屋書いてあるけどね。あ、出た、山田文房具店。じゃ、文具店だった。おばさん、鉛筆引き出すください。はい、どうもありがとう。それからこれおまけだよ。星の砂だ、嬉しいな。ありがとう。私もこの可愛いキャップのついた鉛筆買おう。これください。じゃあお嬢ちゃんにもおまけあげようね。私にも星の砂くれるの？いいんだよ、どうせ余ってるんだから。気にしないで持っていきな。一度使わなくてもよかったよね。たまちゃんよかったね。たった鉛筆一本でもらっちゃって、なんだか一度使ったまるちゃんに悪いな。することはないよあんなに欲しかった星の砂なのに、何の苦労もせずに手に入れた人を前にした途端、一気にどうでもよくなる自分を感じるマルコであった。まあね、仕方ない感はあるよね。当時の1ダースがいくらなのかわかんないけどさ、1000円もするのかな。1ダースって買い方なかなかしないよね。あ、やってる。じいさ ん、そりゃなんじゃね。これマルコから1000円で買ったんじゃ、心を楽しませるものじゃよ。あんたそれ本当に楽しいかい？本当に楽しいか自問自答すると思うぞ。しかし答えは出ないまま、謎のおもちゃが風に揺れ続けるのであった。つらマルコや、えらいぞ。やった。あ、長山くん。どうじゃ、幸せになったかの。次に進んでね。はーい。どうしよっかな。次タイムカプセルやるか。終了だよ。もうしょうがないよね。もう私もこの話は本当にアニメ何回見ても泣いちゃうんだよね。原作も泣くけど漫画の方もね。僕らってもう友達になって随分経つよね。長いよね。友情って長けりゃいいってもんかな。友情ってまあ短いよりはいいかもね。長澤くん、僕のこと飽きてないかい？君がそんなこと聞くから言うけど、正直言って少し飽きてきてるかもねやだ、正直に言うね長澤くんは。まあね相変わらず暗いね、あの二人。ほんとね、情けないよね、あんな感じの友情って、ね、それに比べて私たちって爽やかで熱い友情だよね、たまちゃん、うん、もう3年間もずっと仲いいもんね私たちの友情はちょっとや外じゃ壊れないよね。そうだ、タイムカプセル作ろうよ、たまちゃんと私の、タイムカプセル？いいね。よし、私20年後のたまちゃんに手紙書くよ。じゃあ私は20年後のまるちゃんに手紙書くよ。20年後のたまちゃんに何書こうかな。どうしようかな。大人になったまるちゃんへ。20年後か。たまちゃんどうなってるんだろう。きっと優しい女の人になってるんだろうな。私はどうなってるんだろう。まさか浜地と夫婦漫才やってるんじゃないでしょうね。浜
ありすぎていて怖い。それはそれでいい未来な気もするけどね。できた。私もこれを瓶の中に入れて神社の木の下に埋めよう、うん、そうしよう。学校終わったら神社へ集合ね。まるちゃん、ちょっと楽しみだね。二人で一緒に埋めて、20年経ったらまた二人で掘り出そうね。なんかもう辛い。後半へ続く。続く。行ってきまーす。あら、マルコ。神社ね。あれ？たまちゃんまだ着てないや。私この冬のマルコのこのコートにマフラーっていうこのスタイルすごい好きなの。かわいい。20年後にまたたまちゃんとこの木の下に来るんだ。たまちゃん早く来ないかな。寒い。たまちゃん遅いな。ずっと待ってたのにたまちゃんは来ませんでした。たまちゃん、私この顔ならずるい。もう泣いちゃう。ほんと二人で埋めに行こうね。楽しみだね。あんなに楽しみにしてたのに、あんなに約束したのに。たまちゃん、20年後の私に一体なんて手紙書いたんだろう。20年後のまるちゃんへ、これからもずっとずっと仲良くしてください。名前より。こんなこと書いてあっても今日来なかったら意味がないよ。たまちゃんのバカバカバカ、こんなのいらないよ。ここにいても仕方ないし、まっすぐ通学路から帰ろう。誰かいるかもしれないし。あー、つらいね、通学路ね。あー、待って、服がちゃんと冬服だ。かわいい。たまちゃん。たまちゃん。あ、まるちゃん。ごめんね。遅くなっちゃってごめんね。ちょっと留守番することになっちゃって。ねえ。私ずっとずっと待ってたのに。寒かったけど楽しみにしてずっとずっと待ってたのに。留守番なんて借り上げて来てくれればよかったじゃん。まるちゃん。ごめんね、まるちゃん。どうしても行けなかったの。今からあの瓶埋めに行こう。もう遅いよ、あの瓶捨てちゃった、ね、なんでそんなことしたの。ひどい。たまちゃんが来なかったら意味がなかったんだよ。だってバイバイ、私このまま家に帰るから。辛いな。ちょっとその原作とはちょっと違う流れだけど。ただいま。あら、マルコ。マルコ、ちょっとなんかよ。あら、どうしたの。元気ないわね。何かあったの。別に何もないよ。ね、ちょっとお鍋見てくってくれる？母さん、洗濯物の取り込んでくるから。うん。いいよ。いい？お鍋拭いてきたら火を止めてね。はい。ごめんね、まるちゃん。捨てちゃった。はぁ。たまちゃん、このまま、もうずっと仲直りできないかも。私、タイムカプセル捨てちゃったし、タイムカプセルなんで作らなきゃよかった。あんなものなくたって10年も20年も仲良くしてられたのに。大好きな大好きな友達だったのに。たまちゃん、まるこや、一緒にテレビ見よう。え、今お母さんに頼まれてお鍋の火を見てるから後でね。ほれ、うん、お鍋の火なんか消しちゃって一緒にテレビ見ようよ。はあ、大人のくせに無責任なこと進めないでよ。ほんとね、困った人だね。はいはい、あっち行ってて、後で行くから。はい。はあ、しょうがないおじいちゃんだね。私、お母さんに頼まれているのに。ごめんね。留守番しなきゃならなかった。ごめんね。たまちゃん。もう。たまちゃんも留守番頼まれて一生懸命だったんだ。いいよいいよ、気にしないで。私がどんな失敗しても笑って許してくれたのに。私なんで許してあげられなかったんだろう。たまちゃん、さっきからずっとたまちゃんのことばかり考えてるよ。たまちゃんがいなくなったら、私そうだ、まだあの瓶あるかな。
あの瓶見つけてタマちゃんに謝ろう。神社ね。確かこの辺りに捨てたはず。どこだどこだ瓶。ないない瓶がない瓶がない瓶がないよ。あれまるちゃん。まるちゃん。たまちゃん。まるちゃんごめんね私。たまちゃん。まるちゃん。私あの瓶見つけてたまちゃんにごめんねよって。でも見つからなくて。ごめんね。私こそごめんね。またタイムカプセル作り直そう。また作ろう。今度は20年後のたまちゃんへ。たまちゃん大好きって書くんだ。今度は20年後のまるちゃんへ。まるちゃん大好きって書くんだ。いや、いい話すぎる、やっぱり。ゲームでやっても、本当にいい話すぎる。あと、ちょっと本気だったよね、この話に対する、このゲームもさ、なんか結構動くし。マリコの顔のアップだったり。よし。いやー。久々に見たくなったもんな、たまちゃん大好き。よかったですね、本当に。おめでとう。やっぱあの二人にはね、笑っててほしいのよね、私。よし。ずっと笑っててほしい。あ、たまちゃんだよ、しかも。すごい。思い出の品を手に入れたよ。うわー、これは飾るよね。絶対飾る。無料だよ。机の模様替えね。買いたいものを選んでね。はーい。あー素敵。たまちゃんとタイムカプセルを埋めようって言ったのは冬だったっけな。たまちゃんとはずっと友達でいるんだ。いいいい、今の季節にもぴったりで素晴らしい。ですね、ほんと。はい、ということで、まあちょっと最後俳句を読んでいただきましょう。ちょっとポイントあんまね、最近使いすぎなんで、節約で。夏の日にゴキブリ退治、光る汗、友蔵心の俳句。やだ、今感動したのにゴキブリ言われたんだけど。はい、ということでですね、今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。